マーゲリから来た遺書の方ではこんな4人じゃないんですよ、30人ぐらいいるんです。向こうで会った仲間、それをこう4人でね集約して、みんなで1人何役かでやってくれたっていう感じですね。この人は先輩の役と同時に悩んでる役と両方やったんだとかね。本名は山本家だけです。山本家は全部本、若い人が見てくれてます。高校生が見たんだっていうのをね、町の方から言ってきて、その人が電話かかってくれて、よかったって言ってくれるんですよね。なんとそういうふうに今の時代どうなってるかわからん、こういう時代の中にこの映画は良かったっていうんだから、すごいですね。いや、あの企画をした人が実際にあのパンフレットの中にもそれを書いていました。こんな時代だからこそ、父の遺書にある片時も忘れてはならぬ、片時も忘れてもならぬというのも、まあ、よくあの死のとこで、子供らへ向かってね、そこは厳しく書いちゃうと思ってね、我々子供たちにとってみたら大変だってこういささか退いてたところがあるんです。でも今の時代になって、この年になってしまって、そうはいかない、もう一回見直す、それぞれの地域からこの今の世の中変える、地域から変える、これに取り組む。国全体が変わる前にあちこちで町や地域が変わります。人々の心が変わる、これをやるべきじゃないかというのが私の訴えたい、最近の一番大事なところです。